はじめまして。今年から、静かなる防衛のナビゲーターを務めます。東条アミカです。2作目ですが、よろしくお願いします。早速ですが、アメリカで開発中の次期戦闘機エンジン XA100 の性能試験が終了しました。今回は、この XA100 エンジンの意外な性能を詳しく見ていきますね。アメリカで開発しているのは、この XA100 だけではないのですが、F-35A 戦闘機のエンジン F-35 エンジンとの代替を検討されています。性能がすごかった F-35A 戦闘機ですが、さらなる性能が引き出されそうです。もう第6世代に近づいていますね。2021年12月末、アメリカ空軍が実施中の AETP、アダプティブエンジン移行計画において、同国ゼネラルエレクトリック社製の XA100GE100 アダプティブサイクルエンジンが、第1段階の性能試験を終了した。よって、このゼネラルエレクトリック社製の XA100GE100 アダプティブサイクルエンジンは、2022年より、第2段階の性能試験へと進むこととなり、現行の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2への搭載を目指している。現行の F-35 ライトニング2のエンジンには、陸上滑走路使用の A 型とカタパルトを備えた航空母艦用の C 型に、プラット&ホイットニー社製の F-135PW100 短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型に、派生型のF-135PW600 が搭載されている。アメリカ空軍の AETP、アダプティブエンジン移行計画では、これらプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンの推力4万3000ポンドからの 10%、燃費効率で 25%、冷却能力の 50% の増加を求めている。この仕様に対応すべく、ゼネラルエレクトリック社が投入したものが、XA100GE100 エンジンであり、これは F-35 ライトニング2の A 型と C 型に搭載されているプラット&ホイットニー社製の F-135PW100 の代替を目指すものだ。今回のニュースは、このジェネラルエレクトリック社製 XA100GE100 エンジンが第2段階となる性能試験へと進むことが決まったというものだが、同じくプラット&ホイットニー社もXA101 という新型エンジンで、その座を守ろうとしている。そのため、未だ、ジェネラルエレクトリック社製 XA100GE100 エンジンが、現行の F-35 ライトニング2の乾燥用エンジンに決定したわけではないが、それに向けて、順調に性能テストをクリアしている段階だと考えてよいだろう。現状 F-35 ライトニング2に対しては、A 型、C 型に搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-135PW100 の能力向上型、ゼネラルエレクトリック社製の XA100GE100、プラット&ホイットニー社製の XA101 の3種類のエンジンが検討されている。この中で、後者の2つは、アメリカ空軍の AETP、アダプティブエンジン移行計画に基づくもので、同軍専用のものとなり、日本をはじめとする他の F-35 ライトニング2の導入国はプラット&ホイットニー社製の F-135PW100 の能力向上型が適用される予定である。アメリカ空軍の AETP アダプティブエンジン移行計画は第1段階が今のプラット&ホイットニー社製の F-135PW100 の代替であり、次に第2段階として NGAD次世代航空優勢計画に基づく新型戦闘機への搭載を目標に掲げている。さらには、現行のいわゆる第4世代戦闘機のバージョンアップにも、第1、および第2段階を通じて得られた新型エンジンの技術を応用することを目指しており、一気に従来の戦闘機のエンジンの機能を刷新する可能性を秘めた計画だとも言えるだろう。こうした野心的な戦闘機エンジンの開発を狙った
アメリカ空軍の AETP、アダプティブエンジン移行計画は、2016年に、同空軍内のアフルクムク、エアフォースライフサイクルマネジメントセンターで開始されたものだ。ここで、ジェネラルエレクトリック社とプラット&ホイットニー社の2社に、各10億ドル規模の開発契約が、2016年に締結され、両社による競合という、形式で、新型のアダプティブサイクルエンジンの開発を競わせることとなったと言える。前述のように、アメリカ空軍は、新型のアダプティブサイクルエンジンについて、現行のプラット&ホイットニー社製の F135PW100 から、推力で 10%、燃費効率で 25%、冷却能力の 50% の増加を課している。この数値目標を達成するべく、新型のアダプティブサイクルエンジンでは、エアインテークより取り入れる空気の流れを調整するアダプティブファンが備えられており、これによって吸入する空気を制御することで、効率の向上を図っている。アダプティブサイクルエンジンは、可変サイクルを実現することで、機体の速度や高度に対応した、バイパス比を達成し、音速を超える速度では、ターボジェット、亜音速での飛行時には、ターボファンのように、従来型エンジンの利点を合わせ持つものと言える。こうして、ジェネラルエレクトリック社とプラット&ホイットニー社が、各々に、新型のアダプティブサイクルエンジンの開発に取り組んではいるが、F-35 ライトニング2の開発、更新を担うジョイントプログラムオフィスの見解も興味深い。F-35 ライトニング2のジョイントプログラムオフィスは2020年時点で、最低でも、今後の5年間は、プラット&ホイットニー社製の F-135 系のエンジンからの変更を求めないとしており、この件に従う場合、2025年以降にそれは、持ち越されることになる。冒頭で述べたように、ジェネラルエレクトリック社製の、XA100GE100 アダプティブサイクルエンジンは、2022年には、第2段階の性能試験に進むわけだが、同年度中には、プラット&ホイットニー社の XA101 とのひとまずの決着がつくことが予想される。しかし、ここで、現行のアメリカ空軍の F-35 ライトニング2のプラット&ホイットニー社製 F-135 系エンジンの代替先が、いずれかに決定しても、両社の競合は、まだまだ、その先の NGAD、次世代航空優勢計画での採用に向けて続いていくこととなる。むしろ、アメリカ空軍として見れば、いわゆる第6世代戦闘機となる NGAD、次世代航空優勢計画における、新型エンジンの入手こそが、最も大きな目標ともいえ、ジェネラルエレクトリック社、プラット&ホイットニー社ともに、そこに照準を合わせているのだろう。アメリカ空軍の NGAD、次世代航空優勢計画は、かつて、1950年代に、複数の形式の戦闘機が、随時採用されたセンチュリーシリーズにちなんで、デジタルセンチュリーシリーズとも形容されることのある、新型戦闘機開発だとみなす声が多い。未だ、概要すらも、なかなか漏れ聞こえてこない NGAD、次世代航空優勢計画における新型戦闘機だが、2020年9月に、当時のウィル・ローパー空軍次官補が、すでに初飛行を終えているとある会合の席で発言したことで、一躍注目を集めた。これは、アメリカ空軍協会が主催したオンライン会合での発言であり、ローパー空軍次官補は、それを実証戦闘機、ファイトデモンストレーターと表現し、現実実寸大の同機が製造、飛行していると述べたため、様々な憶測を呼んだ。ここで、ローパー空軍次官補が言った実証戦闘機、ファイトデモンストレーターとは、ある特定の機体の試作機等を指すものではなく、あくまで、デジタルセンチュリーシリーズの概念に基づく、デジタルエンジニアリングの産物の一つと解釈されたようだ。これは、その実証戦闘機、ファイトデモンストレーターが、
特定の戦闘機製造企業の試作機であることを意味せず、提唱されているデジタルエンジニアリングの結果として、従来にない期間で、新型戦闘機の設計から製造が可能だと実証したと捉えられたものだろう。日本の次世代戦闘機やイギリスが主導するテンペスト計画、フランスドイツが推進している FCAS と、西側諸国の第6世代戦闘機計画が進む中、最大規模の空軍力を持つアメリカの行方は、それらにも影響を与えそうだ。